では7級の問題の解説に移ります7級の問題では18番の問題の解説をしますえっと18番はラクダの問題なんですけどもこれはちょっとあの えっと、7級の問題としては、え、ちょっとマニアックすぎたのかなという感じがしますね。えっと、正答率が、えー、6.8%しかありません。これもすごい低いですね。はい。で、えっと、間違いの中で多かったのがその、あなんですけども、54.2%、半分以上の方が、えー、これを選んでます。えー、コブのところに、 えー、水を溜めていると。これなんか、いわゆる俗説として昔聞いた覚えがありますよ、これ。はい。まあ、昔から言われ、昔言われていたっていう。えー、まあ実際その砂漠を旅する人たちが喉が渇いたからといってラクダのコブを開いても水は出ないので、<laughs> あ<ー> <laughs> まあ、あの、俗説っていうかその間違っているってことはすぐわかるわけなんですけども。はい、じゃあこのラクダのコブには何が入っているのかというとですね、えー、脂肪が入っています。 えっと、まあ、水だけじゃなくて、その栄養分として、その砂漠を長く旅するときの栄養分としての脂肪が蓄積されています。で、ただ、この、えっと、脂肪がですね、栄養だけというわけではなくてですね、えー、実は直射日光によって体温が上がるのを防ぐ断熱剤としても働いています。 で、実際その、ラクダの体全体で言うと、脂肪があるのはもう背中のところだけなんですね。うん、じゃあ一体どこに水を溜めているのかと。えー、ラクダは、実際すっごく水を飲むんですね。あのー、まあ、い体80リットルぐらい一度に飲むと。で、下手すると1 0リットル以上は、えー、飲むラクダもいるそうなので、もうそれぐらい一度にガーッと飲んでしまって、 で、えー、まずは、胃に行くわけなんですけども、胃でずっと貯めているわけではないんですね。えー、なので、えの胃袋の中に貯めているというのも間違いですで。実際その、じゃあ飲んだ水はどこに行くのかというと、体に吸収されて、えー、血液になっちゃいます。で、なので答えとしては、まあ、うの血液中に貯めているが正解になるわけなんです。 ただ、その、これラクダだけすごく特殊で、普通の動物、私たち人間も含めて、そんなに大量の水を飲んでしまうと、血が薄くなりすぎて、えー、赤血球が壊れてしまいます。で、ところがラクダの赤血球は特殊なので、壊れないんですね。